用意するものはハサミ、のり、両面テープ、八つ切り画用紙3枚です。はじめにこの1枚を使って土台を作ります。半分に折って切ります。こちらを4つに折ります。内側の線に合わせて折ります。反対側も折ります。こうできたら裏返して3、4センチ折ってください。1つ分はいりませんので切り取ります。ここを折り目まで切ります。折り目まで切ります。このような状態になります。この部分に糊をつけます。そして三角柱を作ります。次はこの開いた部分に糊をつけます。最初に半分に切ったもう片一方の方の真ん中あたりにしっかりと貼り付けます。これで土台の出来上がりです。土台ができたら部品を作っていきます。部品も三角柱で作りましょう。大きな部品ができたら、小さな部品も作りましょう。部品に両面テープをつけて組み立てていきます。